リアジェット70、75。リアジェット社の現行モデル。リアジェットとは、アメリカのビジネスジェットのメーカー、および同社製のビジネスジェットのブランド名。民間航空機メーカーとして、世界第3位。従業員数はおよそ2500名。リアジェット社は、カンザス州ウィチタに製造工場があり、1990年に、カナダに本拠がある。 ボンバルディアエアロスペース社の系列会社となり、同社のビジネスジェット部門のブランド、ボンバルディアリアジェットファミリーの製品を製造している。発明家のビルリアが1960年に前身となるスイスアメリカンアビエーション社を設立、他社との合併などを経て1988年にリアジェットと改名し、それが現在も社名やブランド名として用いられている。 リアジェットはビジネスジェットというカテゴリーの先駆者であり、リアジェットはビジネスジェット機の代名詞として用いられることもある。創業当初から製品は6から10人乗り、航続距離は長距離量ジェット機よりも長く、アメリカ本土全域やヨーロッパ諸国での地域間移動に向いたビジネスジェットに注力している。車用機やプライベート機などゼネラルアビエーションの需要が多いが、 小型輸送機や連絡機として軍にも納入されている。リアジェット社では近年航空機の素材となるアルミ合金版の CNC による切り抜き、重曹プレス、焼成加工、薬品加工、立体部品化から始まり、主翼、尾翼、胴体などのコンポーネントの製造、総計数キロメートルに及ぶハーネスの事前組み上げ、ハンダ付け、テスト。 各コンポーネントの航空機への組み上げ、組み立て後の各機体のテストパイロットによるテスト飛行、その後の外部塗装、内装に至るまで、ほぼ全ての工程を一つの工場内で完結するように行っており、これは航空機の製造の世界ではかなり珍しいことであり、これが同社製品の品質の確保、安定に役立っている。同社は、 ビジネスジェットを50年以上にわたり多数製造してきた歴史があるので、同社の機体は中古市場でも多く流通している。特に CJ610 エンジンを搭載した初期の機種は、膠着装置や主翼が頑丈であり、収益から40年前後を経ても機体寿命を残している機体も多い。なお古い機体はそのままでは、新しい航空法に適合せず、燃費や、 騒音の問題もあるため、エンジンやアビオニクスを新基準に適合した製品に、交換したアップグレード機に改良されていることが一般的で、またウィングレットなどのパーツ単体を販売する、独立系の整備会社も存在する。発明家及び起業家のウィリアム・リアは、カーラジオの実用家及びそのブランド、モトローラのメガブランド家や8トラックカートリッジテープの 開発などを主導し、その後は無線方向探知機やオートパイロットなどアビオニクスの開発で巨万の富を手にしていた。こうしてすでにビジネスで成功していたリアが次に開拓するマーケットとして目を向けたのが自家用ジェットであった。リアが思いついたことは世の社長や担当者たちがもっと敏速に移動できれば、 その日のうちに仕事を終えられ、そしてすぐ飛んで帰れば、家族と一緒に夕食を食べることができる、ということだった。そして、その夢の飛行機の参考となる飛行機を探し始めた、リアは、FFA-P-16 という戦闘機を見つけた。そして1960年に、スイス国内に転居し、スイスアメリカンアビエーションカンパニースイス。 アメリカンアビエーションカンパニーを設立した。リアがその主翼に惚れ込み、設計の使用権利を得て、参考にした P-16 と、その結果生まれたリアジェット23。主翼のコンセプトがほぼ同じであることがよくわかる写真。当時スイスでは、フルーク、うんとフィバグワークアルテンアハインが開発していた、近接支援を主任務とする、地上攻撃機 FFA。 P-16 が開発されていたが、試作機の墜落事故等により、政府が契約を打ち切り、試作機5機が製造されただけで終わっていた。この FFA、P-16 の主翼の性能に感動し、それに目をつけていたリアは、P-16 の主翼、主脚などのコンポーネントを、ビジネスジェット機へ転用する、可能性を見出し、その設計を利用する権利を入手し、 夢のジェット機を、ジック -23 の名で開発し始めた。リアジェット23。P-16 の主翼の設計を使用し、ジック -23 という名で開発された、リアジェット車の最初の機種。1964年販売開始。翼長が短く、翼端に、円筒形の燃料タンクが付いている。小型ビジネスジェットというカテゴリーの先駆であり、 航空誌に残る機種。写真は、米国ミシガン州の航空博物館、エアーズーに展示、保存されている機体。それと、並行して、ビジネスジェットを製造するための機材が購入され、1962年に、米国カンザス州ウィチタに工場を設立した。翌年に社名を、リアジェットに変更。 ジック -23 の初飛行が成功し、1964年にリアジェット23として販売開始。こうしてリアが思い描いていた夢が現実のものとなったのである。その後もモデル24、モデル25と高速ビジネスジェットの開発が進められた。この時期の機種はいずれもジェネラルエレクトリック CJ610 ターボジェットエンジンを搭載していた。 当時のジェット旅客機に被験する巡航性能や強力な上昇力など高い飛行性能を有していた。また、この時期のリアジェットの機種は大型のウィングチップ燃料タンクを装備しているのが外見上の特徴である。これはウィングレットほどではないが若干の効果を発揮した。またリアジェット機特有の強く傾斜したウィンドシールドはバードストライク時には 被弾ンケのように作用することが判明している。ウィリアム・リアは、顧客として、法人需要のほか、有名映画俳優など、セレブリティ層の取り込みを狙い、実際、シャープな印象を与える、機体形状がプラスとなり、個人用として購入する符号が、相次いだという。という表現も生まれ用いられるようになった、という。ウィリアム・リアは1967年にリアジェット社の、 経営から離れ、1969年に、同社は、ゲイツアビエーションと合併した。その結果、社名は、ゲイツリアジェットに変えられた。合併後、モデル25のエンジンを、ハネウェル・トフ731に換装した、リアジェット26が開発され、それを、改良発展させた、リアジェット35を販売した。1970年代も後継機のセールスは、 好調であったが、エアロスペース部門の設立に伴う転換で、ビジネスジェットの工場が整理された。1985年にスペースシャトルのエンジン部品の生産に携わったが、経営は思わしくない状態であった。1987年にインテグレーテッド・アクイジションが買収し、翌年に社名はリアジェットに変更された。 1990年にボンバルディアエアロスペースが買収し、同社の一部門として、ボンバルディアリアジェットの名で、モデル40をアップグレードさせた、モデル 40XR や、中型ビジネスジェットモデル60の生産と過去に、販売された機体のサポートを行っている。ボンバルディアでは長距離向けのグローバルファミリーと、中距離向けのチャレンジャーファミリーに次ぐ、短距離。 個人所有向けの製品と位置づけられた。リーマンショックによって航空企業界全体が経済的な悪影響を受けた時、リアジェット社もかなりの悪影響を被ったが、この危機的状況を逆に機械に変え、工程管理のコンピュータ化を実現しまた工場内の壁面や床面の塗装色を白に変更し、照明の照度を上げたり清潔な工場にする。 ことなどによって作業者の意欲向上を図り、作業効率、生産性などを上げた。2018現在では、シリーズの整理が進み、リアジェットのブランドでは、リアジェット70、75のみが生産されている。発注した顧客に対し、製造中の機体を見学できるツアーや引き渡し時のセレモニーを実施している。年は提供開始の公式年であり、 初飛行はこれより1から2年早い。定員はクルーを含む、最大人数。リアジェット24、リアジェット35、リアジェット31。翼端の燃料タンクはなくなり、ウィングレットがついている。離陸する、リアジェット45、リアジェット55、リアジェット60。ありがとうございます。